韓国史第209話「都南の巻両来来」月日の城を預かって以来長領はここの守りを無備にも怠ったためしはないここは義の境国防の第一線と身の重責を感じていたからであるところが古軍十万の圧力のもとに 前衛の感情は人支えもなくついえてしまった。洪水のような快速をもって敵ははやこの合皮へ迫ると急を告げる早馬は串の歯を引くようだった。また勘中には出生中の曹操からも変を聞いて設定というものを急破してきた。これは曹操の作戦指導を 箱に封じてもたらしてきたものであった。上昇の作戦には、守備とあるか、牢情せよとお示しあるか、早くお開き。同じ城にある副将の学神と利天は、固図を飲んで、長領の開ける箱を見ていた。では聞きたまえ、読み聞かせよう。語の積極に出きたれるゆえんは、 要するに世の遠く冠中にあるの今日伺うものなり、えに、五の勢い皆、議場をかろんず、戦わずしてただ守らば、いよいよ彼らを誇らすのみ。また、入れて十万の寄せてと、野戦を構うるはなお切なり、すなわち、敵近づかば、その除戦において、 彼らの英気を一撃してくじき、味方庶人の心をまず、安泰に固めを着て後、固く城を閉じ、防備第一として必ず入れて戦うなかれ。お分かりか、こういうご指令であるが。李天は日頃、長領と仲が悪い。そのせいか、黙り込んだまま返事もしない。一方の学臣はすぐ行き、 彼の意見は反対である。由来守る戦で勝てた戦はない。まして、こんな小生で。長領は皆まで聞いていなかった。この際議論は無用と腹は決まっていたからである。議論がやりたいなら一人で議論していたまえ。用心は知らず、長領には、 指針をもって訓の弦をやめることはできない。冠中からのご式通り、我はまず城を出て、一戦に敵の出花を叩き、その後は静かに牢城にかかるのみだ。言い捨てて馬を呼び、はや戦場へ、はせ向かおうとした。すると、それまで目線としていた、日頃は彼と不和な利点が、ぬっくと立って、そうだ 俺は国家の大地。兄、私の心にとらわれんや。と、決然、長領に続いて、縄文から駆け出してゆくのを見て、学臣も一人で議論しているわけにもゆかず、続いて場外へ馬を出した。後の大軍はすでに、商陽心まで来ていた。先方の寛寧軍と、魏軍の学臣との間に、小戦闘が行われたが、 義兵はたちまち改装したので、五皇孫賢は、我に当たるものは何やといよいよ勝ちをもって前進を続けていた。そして、商用心の地を離れかけた頃、突然、露敵の間から連ジ砲をとどろかして、右からは利天、左からの軍は長領の旗が現れ、二手が渦巻いて、孫賢の中軍へ、 食い打ちしてきた。先手の両網や関連の軍は、あまりに敵を急忌して、その階層に任せたまま、中軍と隔たりすぎている。後陣の両党は、まだ、商用心の一水を、全部、渡航しきっていないらしい。だが、はるかに中軍の旗が、裂かれるごとく、乱れたったのを見て、両党は、世は何事か 教授かと、部下をも置き捨て、短期、これへ、はせつけてきた。見れば孫賢以下、中軍の旗本七百ばかりは、敵の奇襲に包囲されて、全く殲滅寸前の危機にあった。両党は、声を上げて、乱軍の中の孫賢へ叫んだ。くんくん我が君ん増票ごときを相手となしたまわず、ひとまず、 少子を渡ってお引きあれ。耳へ届いたか、尊賢は振り向いて。おお両党か、案内せよ。と言いながら、こちらへ向かって一目散にかけてきた。だが二人して、正子をまで逃れてきたはいいが、すでに橋の南一条ばかりは敵の手に破壊されていた。いやあ、しまった。 馬は水に驚いて、竿立ちになっていななく。後ろからは、長領の兵、三千ほどが、二人の影を認めて、雨のごとく矢をいてくる。両と、何としたものぞ孫賢は、馬と共に暗状で身をもんだ。いや、お騒ぎになるには当たりません。手前のするようにして、後から続いておいでなさい。 両党は水際から遠くへ馬を返して、改めて勢いよく駆け出した。そして破壊された橋の水際へ近づくや否鞭無知も折れよと馬の尻を打った。馬は高く飛び上がって水面を飛び越え、後方の橋の端へ立った。孫権もその技に倣って難なくそこを飛び越した。川の上に、 公人の女性や当州の船が見えた。両党は半分になっている橋の上から。主君をここへ置いて行くから鹿とお守りを頼むぞと声をかけて、再び前のところを飛び、岸へ上がったと思うと、敵の夜風へ向かってまっしぐらに駆け向かって行く。遠く先へ出過ぎた勘寧と、 両ももにわかに後ろへ戻って義軍と接戦していたが、何分にも今日疲れたため、その備えは中軍や後陣と一致せず、各所で義軍に包囲されたり寸断されたりして、おびただしい戦死者を出してしまった。負けてサンタル壊滅を受けたのは両党の対だった。尊厳の急場を救うために 全く体型を失い首相を見失っている間に義軍の利天軍の包囲下に圧縮されてこれはほとんど一人の生存者もなかったほどひどい死産を築いてしまった隊長の両党も二度目に引き返してきた時はすでに部下の大半以上撃たれていたのでその苦戦ぶりは言語に絶しついに全身 数箇所のやり傷を負い、満身あけにまみれて、よろよろと小式を付近まで逃れてきた。もう彼には馬に鞭を加えて、そこをひととびに越すような気力などが到底なかったし、流れいる血潮に目もかすんで、川も水も見えないような姿だった。 家中の船から孫賢がその姿を見つけた。孫賢は船べりを叩いて。あれ助けよ領土に違いないと声も軽るばかり叫んだ。ようやく一つの船が岸へ寄って彼を拾ってきた。その他廃山の味方も次々に川の北へ収容した。敵に追われて船を待つ糸間もなく、 無残に撃たれるものや川へ飛び込んで溺れ去ってゆくものを見てもどうにもならないような状態だった深く深く何たるまずい戦をしたものか孫権は配偶をまとめてその損傷の莫大なのに肝をすくめながら無念そうに繰り返してばかりいた重傷の両党は全身の傷を包んで なお前にいたが思い合わせれば感情の勝ち戦がすでに今日の敗因を醸していたものです。部下の端までがあまりに勝ちに思って敵を甘く見くびりすぎた結果でしょう。負けてこの際訓にはよいご教訓となったことと思われます。 おんみ、すなわちごの万民の、したること、くれんぐれお心に、ご名器あるようお願いします。今日、お体だけでも無事だったのは、まったく天地神明のご加護というものを、むしろ、喜ぶべきことと存じます。と、歯に息きぬきせず言った。残機に耐えない。 一生の今しめとする。孫権も涙を流して呟いた。しかし、大事はここに一ン座をきたした。五軍は荒手を加えて、再装備の必要に迫られ、ついに太鼓を下って、五の助手まで引き返してしまった。両来々、両来々。五の国では、 幼い子供までが技能長領の名を覚えて子が泣くと母はそう言って泣く子を透かしたもっていかに長領の雄とその血が御平の肝に深く刻み込まれたかがわかる長領は自ら「これは妨害な気性だ」と言っていたすぐ九死を漢中に送りひとまず戦況を報告して なお他実のために大軍の増派を要請したこのまま食へ進まんかひとたび帰って呉を打つがよいか曹操もこの二大方向の去就に迷っていたところだった。